独特な世界観だね。妖怪っていうか、ホラーの池だよね。ホラーでしょ、あれは。もうなんかすでにもう妖怪の洗礼を受けているような、そんな感じがします。でも水はきれいね。こういうところにいるのかね。120メートルってどのくらいだよ。なんか独特の緊張感があるね。でも空気がいいね。酸素薄いのかね、都会にいると。もうこっちにと来るとさ、なんか田舎行くと空気がスッと入ってくる気する。どこからだ、どこからがカッパ淵なんだよ。銃ってその辺だぜ。綺麗だね。あ、こう見なきゃか。